うわー、いきなり。ああ、みんなすごく綺麗だよ。薬師スリッターヘッド、続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、何やら鏡の世界、そんな感じで、前までアレックスを操作したわけでございますが、ジュリーの方になったってことなんですけど、お話的にはどうなるんだい。この世界ではアレックスが離反している。何としても彼を止めなければいけない。行動原理が変わらないのであれば、こちらの世界でもリサを宿主とした薬師を追いかけているはず。ってことで、別の世界でございますが、どうなるのかな。行くよ。ジュリーで、事故が起こるはずの場所。まずはここ。いきなり出てくる？この辺りだけど、まあ何もないね。リサと、そしてもう一人の表記。時空列の再現性はもはや崩壊している。だね。気になるのはもう一人の表記のことですよ。例の気配で探せないの？彼は私を拒絶し完全に遮断している。微塵も感じることはできない。わかんのかい？お？なんだい？あ、いるよ。リサさん。は？追いかけなさい。待ちなさい。で、あいつを追いかけてったらアレックスがいるってか。やはりここにいたか。私には先ほど興味もないかのようだ。あ、さほど興味もないかの。だがアレックスは必ず接触してくる。言うてますけど。おばあちゃんは？おばあちゃんいるね。おばあちゃんも元気そうで。おばあちゃんのなんか特別な昔話とかないんかな。うん、走る。おばあちゃんが走る。どいて、どいて、どいて。どっち、こっち。おばあちゃんね、昔に表記と会ってるっていうお話やけど、そこちょっと気になるよね。リサならば気配で追える。ズズン、うん、よし。リサの気配は掴んだ。どこだ。ちょっと小走りしてる？リサさん。これは？どっかの建物入ったね。どこ？直角に曲がって、移動はまだする。どうした？ここはどこだ？ブレブレやな、なんか目線が。酒飲んでるやつがおって、でまた直角に曲がって、ドラクエか。そっちのどうすんの？そっちって、あ、どこや、ここ来たことはない場所。ずーっとリサさんの目線で見てますけど、さすがにもう進まなさそうやな。どこか狭い通路、まあ、こっちの方かい。さささささささ、こっから、あ、こうか。ここ入ってったな、多分な。リサの気配が強くなった。この先で間違いない。あ、ここやね、通った。おっさんが酒飲んでて、うん、こんな格好やったっけ。あれ、さっきのおっさんもこんなんやったっけ。なんかちょっと違う気がするけど。おっさんに飛んじゃう。どうも、こっちや、この先や。出ておいで、リサさん。こ、あれ、いた。ん？こんな目立つところで何を。ましてやその格好やからね、余計目立つで。アレックスはいないようだな。うん、何してんや。ああ、このクラブか。ここに来んのかい。おい、いるよ。さすがに飛んだりはできないね。行く。
リサさん、うん、違う世界から、あ、知ってんの、でもあなたじゃ物足りない、うん、相手は任せるはとりあえずの戦闘ですね。はい、どうも、おっさんで来てるけど、はい、大丈夫かい、おい痛い、ふい、すー、痛い、やめて、はい、飛んじゃう、はい、残念、痛い、そのあ、ちょいちょいちょい、強いじゃないの、しっかりパリセーってか、ゴーゴー、はいな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 、あ、ここは違う、おい、飛ぶよ、はいな、で、おばあちゃんの能力で、自動で動いといてもらって、はい、痛い、結構いっぱい死んでいる、ほら、ジュリーは、ジュリーどこ、おいついていたよ、ジュリーどこ、はい、はい、はい、お、敵強いんだから、そう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 、あーからのーぽいぽいで、飛んで、まずは一匹、あと、お前じゃい、お前じゃい、ダメなおっさんを、おら、おら、おら、で、まだおるな、増えとんな、ジュリーどこや、ジュリーマジでどこ行った、追いついたって言ってたよね、追いついたって言ってたけど、どこにいるのかな、全然見えないな、はよしてくれません、おばあちゃんは元気ねは、あ、いやいやいや、あ、ジュリー、ジュリーあ、これジュリーやった、普段着すぎて分かりにくかったわ、おいおいおい、ごめんごめん、ジュリーは強いよ、痛いよ、やめてよ、こら、あ、なんか言うてる、あいつ強い、俺に逃げよる、逃がしませんで、はいはいはい、こいつら、ほら、待ちなさい、やめて、あ、ちょっと、そこの毒はやべえでさ、ほい、ほら、おばちゃんが行くんやから、はあ、そっち、はい、先回り、先回りです、クソ、下手クソ、ジジイの下手クソ、下手クソジジイ、早行け、早飛べ、バカだれ、ズーン、おばちゃんでした、おばおばちゃんおばちゃん、もう、あ、しまった、特殊部隊来んのか、ブレイクさんやったらこいつを使えるんじゃなかったっけな、そんな能力まだ使わしてもらえてねえな、へいへいへい、それ使ってみてえんだけど、ベティベティ、よし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 、いいよいいよいいよ、ナイス、ほら、バカ、逃がすな、はい、はぁ、からバカだれ、しっかりせ、しっかりせ、さささささ、どこ、ちょ、バカ、バカばっかり、ま、ジジイとババは、バカばっかり、おい、そっちに、行かせい、ふいっ、ふいっ、お、そんなところにジュリーが、はい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 、ほら、ういちゃ、逃がすか、こら、やめとけ、逃がさん、お前は、許さん、許さんの、お前は、ほら、ほら、ほら、もう終わり、もう、くそ、逃げた、待ていい、待ていい、どこ、そこ、くそ、おら、はい、そっち、あー、な、何して、おっさんは、体の使い方がなっとらん、おっさんは、どこ行くの、そこはどうやって行くの、そこ、そいつ、おい、ばっちゃんが逃がさんからな、変身するよね、まあそうよね、まあそういうせこい感じで来るよね、お前らは、ほらバカ、あー、雑魚を取りあえずやってって、
やめて、ああ一人やられて、おばちゃんたちは動かんかい、仕事せんかい、ルナティー使えへんわ。うわまあアホ雑魚すぎやろお前ら。はい、ジュリーで行こう。こいつらバカばっかりやから。で、どこや、どこにいんや。来た言うて、どこにいるかわからんだからお前は。もうすんふいはいはい、おらおら、痛いちゃうわ、ボコボコにしたろお前なんか。嫌だちゃうわ、許さんわお前は。おい、おばあちゃんは。ああ、まあまた逃げんの。もう逃がさんで、こら、いや、ちょっと待って、強いの、特殊部隊が、あ、いっぱい、はい、ルナティックで戦わしといて、いやー死んでいる、使い物にならんな、まったく困ったやつやで。うえい、こら、雑魚は死なんかい。おい、で、こうです。ほらいやもうやめてあげて、そんな。ああ、もうバカ、すぐへたれちゃうんだからお前は。あ、終わってる、ベッティ来た。あ、もうなんでやねん、クソやな、相変わらずクソ要素もふんだんに入れとるな、これはな。うわ、こっからおもんなそういうところやで、そういう、そもそも大したゲーム性じゃないくせに途中からアクションゲームとしてはよく作られてへんなって思うところが多々あるくせに調子乗りやがって、やり直すメリットがないの。別にこれが上手かったからといってゲームが上手いわけじゃないのよ、ゲーム性がないやつやから。別にこれ下手くそ用に作られたようなゲーム性やから。おばあちゃん、おばあちゃん行こう、おばあちゃんでな、あちゃんと作れよ、許さんぞ、おもんないのは許さんぞな。ほら、おらせ、クソが、クソ雑魚が、は、痛い、言わしとけ、こら、関係あるか、このやつ、バカ誰が、なあ、お前しっかりせ、お前がしっかりすれば、すべては解決すんだ、さっ、こーら、えい、お前がしっかり戦ってくれればなんてことはないね、こーら、だ、バカ、バカだな、そういうのバカなんだから、もうジュリー雑魚やな、お前雑魚すぎるから。あ、ちょっと待って、またしても、おもんな、ここおもんな、いや前のところもおもんなかったけど、おい、ちょっとおもんないパートがいっぱい、ブレイクさん連れてこな、話にならんなお前は。ほら、カス野郎が、カスが、頭悪おじゃ、頭悪おが作ったゲームは嫌いなんじゃ、わかるか、あお、ジーンカス、ゴラ、ほら、終われ、もうおもんないパートは終われ、ほら、おばあちゃんでよ、もうおばあちゃんが全部やったろ、おい、どうせ逃げんやろ、へたれが、まったく、ここはつまらんぞ、おばあちゃん、ああ、はっ、ふれ、ほら、許さんで、関係あるか、おばあちゃんには関係ないね、
あースピードめっちゃ遅なってるけども、おばあちゃんやったらご利用していけんねん。おばあちゃんこそは、おばあちゃんこの俺には、おばあちゃんは最強なのよ。バカだよ、ザコやろ。で、あ、いた、一番しょうもないやつ。しょうもなしヘタレが離反したという世界、嫌い。お前嫌い、典型的なおもんなやつやから嫌い。やるんかい、やらへんのかい。クリアでした。さあ、ブレイクさんの衣装、やっぱブレイクさんやな。で、アレックスはあちらの世界と変わらない、あの底知れない闇、離れていても飲み込まれそうな、いや底知れなくないよ、あんなカスやろ、カス、浅い浅い。だが今の私は、再び希望を得た私は彼に支配されることはない。その代わり、ここで奴と同調したのは別の存在、あれは限りなく私に近い、でも別物ってことやな。偶然かもしれないけど、伝承にも至って、もう一人の表記読めない。あの精神波動は私の失われた記憶を刺激する。知ってる人物ってこと、明確には何も思い出せないが、脳裏にかすかな輪郭は、ボートの波及、アレックスを止めなければならない。うん、でもそう簡単じゃないよね。彼はリサ以外にも空論瞑想に潜む女の子の薬師にも固執していた。もしかしたら彼女も家族を、薬師に殺された妹を思い出させるのかもしれない。彼は自身の身を刻むような運を、運を求めている。絶対止めなくちゃいけないね。ええけど、あいつ思んないから、思わないから付き合わんでええと思うけど。どうに、たまになんか関係ない話あるのよね。勉強が好きなのか、好きじゃないけど別に嫌いでもない。とは言っても学校ではまあまあできる方かな。将来は情報処理系の大学に進むつもりなんだよ。言っても分かんないだろうけどさ、インターネットってやつほんとすごい革命なんだ。まあそうやね、世界中の人のホームページがあるんだ。文章だけじゃなくて画像も見れる。だからパソコン必要だって言ってんのに、うちの親は頭が古いから。今はまだペン、こいつが受験に勝つ僕の武器なんだ。ああとりあえず試験に受からなあかんもんね。ああそのイメージだったのか。なんだよ、よくわかんないな。ああペンをモチーフにした武器になってるってことかい。ドニさんはそういうキャラってことかい。全然ドニ使ってないけど、どうに使うか。てか次のミッションはどれだ。クーロン、これか。ジュリー必須かってなると、まあとりあえずもうジュリーはマックスレベルに上げといた方が良さそうよな。この辺の能力はいるね。ジュリーがそもそも弱かったんやな。はい、ちょっぴり育てました。じゃあこれでいきましょう。殺された家族を思い起こさせているのか。元の世界ではアレックスはクーロンメイクスの親子連れの薬師に固執していた。自らの身を刻むようなウニュウニュを繰り返し求め続けるアレックスを止めなければならない。で、まあブレイクさんやな。だからブレイクさん、そうや、新しい衣装が手に入りましたって言ってもベスト取っただけ、まあいいでしょう。クラウンのマスクいいよね。ではブレイクさん、よろしくどうぞ。頼むで。ジュリー・ウィズ・ブレイク、ライ、ライがいれば大丈夫やろ。いる。
アレックスともう一体の表記を止めなくても、なるべく他者を傷つけたくないと言っていたが、アレックスとは命のやり取りになる。いいんだな。いいですよ。あんなやつボコボコにするから。迷っているのか、無理なら私だけで遂行してもいい、うん、それもありやけど大丈夫、ありがとう。彼はおそらく一家の部屋に行こう。はあ、またこの場所ってことか。ここで調子乗って壁を背にして生きとったよな、あいつね。あの生きり散らしをやる時がついに来たってことよね。アレックスは家族の部屋にいるはず。楽譜はできているか。うん、いける。行きましょう。いよいよな感じなんでしょうか。どうなんでしょうか。どうも。あ、なんだお前は。来た。でん、残念。覚えてますか。は、ニガさん。前と違う、逆のパターンですね。さあ、おいたい。やめて、そんな女の子のお腹蹴るとか許されませんで。おい、ほら。ほらほら。で、にゃあ、こっちが逃げんの？いる。いろいろいる。飛んでー。あれ、なんか結局、俺が追われてない？違う？なんかあの時の感じと似てますけど。あ？いる。だー、やるのかい。え、ブラ、なんだ、邪魔するなら、お、言い切りチラシが、やるじゃないの。ちょっと、ここ、言い切りチラシのくせに、バカ誰が。ちょっと回復させてなるほど、そういう感じね。わかったで。お前なんかおばちゃん、あはん、おばちゃんで十分なんやから。あっちの方に飛んで、はい回復、はい残念バカめが。で、俺がライ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 。どうした？この程度か。戦う価値もない。お前がな。それはお前のセリフ。お前のセリフやったら、うん、当てんのか。そこで薬師登場。あのヘタレ、あ、逃げよったヘタレ。だからヘタレやねお前は。で、こいつをまずはやらなあかん。そういうパート、ちょ待てよお前は。話聞け。ここはヘタレよ、おい。なんてやねん。ヘタレか。アレックスか。一緒言ったろか。アレックスの代名詞はヘタレや。こっからかい。ぬん。じゃ、しゃあないな。お前をとりあえず、ヘタレボコボコにせなあかんってことか。それせこい。じゃ、あれ、ガードが できない。ガードできないバグですか。そういうのだるー。あ、腕止めたらごもんな。おい、ほんま途中からゲーム性のないクソゲーに変わってんぞ。おい、どうしたボタン押しても避けへんかったりとか、うん、そんなんばっかり。いつからそんなおもんないゲームになり下がったんだい。全部このアレックスのせいですね。このカスが出てきてからこのゲームおもんなくなってきているな。あ、せやろがい。戦う価値もないのはお前やろがい。お前みたいなやつはこの世に必要ない。あいつ同様死んでくれな。あ、お前所詮虫けらレベルのクソ雑魚人間だろうが。お前みたいなんがいるから世の中悪くなるんやろが。分かってんのか。そんな
雑魚の存在を認めてるやつも雑魚なんやからな。おーこら。でとりあえず回復、回復させよ。おもんないな、おもんないのやめ。おもんないゲームを作るのはなし。ジュリーどこ行った。ほんでジュリーが倒れてる。あ、倒れてるわ。起きろこら。でお前だ、仕事せ。リバイブリバイブ。でよー、ふんふんふん、起きるからリバイブリバイブで起きるんだから。でここはブレイクさん、お前の番や。ここ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 、動かすな。もうこいつをこれで瞬殺や。ザコメが話にならんわ。せこすぎひんこの技。アレックスは娘を追ったか。やつを追う手がかりはまたこれで。あれ誰目線これ、リサ目線か。お、なんか頑張ってはるわ向こうだ。もうアレックスにやらせはしない。あんなやつはもういらない。別に仲間にする理由もない。そのままいなくなってくれていいんやけどな。でこっち、あ、なんかすごいことになってるね。これはアレックスがやったのか。いつの間に消えた。おら、まだなんかちょっとまたそんなのとやんのかい。ふい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 、いいよけ。危ないな。ジュリーは、ジュリー、はいはい、リバイブリバイブが使いたいんだけど、ほんまスキルを使うと自分の HP が減っちゃうっていうのが厄介よね。はいはいはい。でブレイクさん回復してこうです。これである程度削って、削りんちょ削りんちょ、はいはい削りんちょ、あともうちょっと削りんちょ。オッケー。でそっち飛んで、で何しとんねこらこら、避けるもの。大丈夫。ライ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 、オッケー。ようやく急がねば。あーもうみんなボロボロ、みんな体力全然全然回復できへん。大丈夫かいなみんな。あのもこれもまたあいつがやったのかい。今のアレックスは誰にも止められない。でまた出てくる、またですよね。やめて、ここら辺はおばちゃんたちで頑張るしかないところか。うん、ツンツンツン、痛い。はいはい、ブレイクさんが、ブレイクさん来たから。あ、ちょっとダメ、やめて、飛んで。でお前はしっかり起きなあかんキャラ、危ないな。やめて、頼むで。はい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 、起こして。ブレイクさん回復してるわ。じゃあいける。ブレイクさんが回復してるならもう勝てる。勝ちしか。痛い。リバーリバーイブリバイブが欲しいな。ジュリージュリーのリバーイブ、あれ使えない。リバーイブ使えない。なんでなんでなんで、なんで使えないの。たまにリバーリバーイブリバイブ使わせや、こら。はい、クソゲー。おい、技使えへんからクソゲー。おい、途中からどうなってんねマジで。アクション性がひたすら乏しいねん。おい、ちゃんとやれよ。没入感なくなっているねん。ちゃんと作れよ。と途中からおもんないゲームが出来上がっとるぞ。おい、アホにプレイさせたんか。
鼻クソしかおらんかったんか。おい、どこのアホにテストプレイさせてん、こら。そういうことを想像させてる時点でクソゲーなんやぞ。そういうとこやぞ。あかんぞ。テストプレイ誰がさしてんとか考えさしてるようなレベルへいかにあかんかがわかるやろがい。なあおい、集中させ。ぼアクションゲームの質が低いからそんなこと言われんやぞお前ら。ちゃんと作ればそんなこと言わさへんねん。そういうとこやねん。まあ頼むで。なな、ほんまよくできてるゲームをやってる人ほど低レベルのゲームがわかるからな。童貞野郎ほど何でもおもろいとか言いよるからな。すぐ神ゲーっていうやつは基本的に自分のレベルが低いことを認めてるってことやからな。そういうことやぞ。だから俺は基本的に神ゲーとかすぐ言うやつは信用せえへん。なんせ多分生きてるレベルが低すぎるからそんなやつのことは信用せえへん俺は。そんな人間レベルがゴミクズ野郎とは絡んでる暇がないね俺は。な、やからいろんな評価がちゃんとおもんないものおもんないって言える人の方が信用できるってもんよ。そういうとこバカはさっさとこの世からいなくなれ。こら役士以下じゃ手こずらせてくれる。いやほんまにな、カス野郎ほど何でもいいとか言いよるからな。死ねばいいのにって思う。個人の見解だよ。さあ行きましょう。上からおいこら、まだなんかお前とやらなあかんのか。おい近づいてくんなこら。うーんこらー、スイッスイッ。なんか最近ガードでけへん攻撃やってくる敵ばっかじゃない。はいなー。おい面白さがなくなってるで。おいなな、で、はい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 、ここ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 しっかり殴って飛んでやめて、おい終わらそうぜお前みたいなカスは。いらんねんバカだれな。あーえー、どこだ。ずーっとなんかおもんない戦闘続いてんぞ。おいいった、もっとおもんないやつ。顎でこっち呼んできよった。あの顎砕いたろうぜ。しゃくれか、しゃくれ顎か。アレックス、あ、ずっと追いかけてる。どこ行くんだい。娘を追い詰めて、うーん、そっち。どうも決戦はっ。どこいた。あらーやめてあげて。あああら、あーえぐー。やっぱお前はクソやろ。とやるんだね。アレックス、この声に何の意味もない、何の意味もないらしいで、あまりに不毛だ、うん、壊れたレコードの針が飛ぶみたいに繰り返し同じ出来事を。訳し、時をまたぎ人を喰らう稲子たち、
駆除しても時空列を超え、また別の世界で人を食うだけだ。しかし俺はこの数日を繰り返し薬師をここに留める、そう決めた。ああ、じゃあもうずっと頑張るんやね。いいんじゃない、囚われの感じで。こいつも一生無期懲役みたいな感じで戦わしといていいんじゃない、雑魚や。嘘、あなたは自分が許せないだけ。永遠に続く罰に身をさらしてどうかしてるよ。好きなように取ればいい、俺は俺が決めた道を行くだけ。もうほっとこ、こいつアホやから。アホなんやから、こいつアホに付き合う必要ないって。こんなやつ、まあまあでも殺すのはいいかもな。こういう雑魚ほど生かしておく理由はないからな。ゴミクズ野郎は排除せなあかんからな。虫けら、虫けら一族が、あいつ同様死ねばいいの。これこんなやつ生きてる価値なんてないからな。こんなやつを、でも逆に言うと更生さす必要もないと思うけどなあ。更生さす必要ないで、こんな雑魚、雑魚のくせに。許さん、おい、おもんない雑魚はこの世から早いこと消えちまいな、無能ヘルメットバカが。お前は自分が無能なことに気づけてない、バカたるやろ。やろがい、ブレイクはどこ、ブレイクが来てくれないと。ブレイクさんはいっぱい倒れてるけど生き返らせない。痛い、やめてあげて。おい、来たよ。はい、残念。それはおガードやと。許さん、カスのくせにガードなんて調子乗ったことしやがって。おーほら、あ、ブレイク強い。やっぱブレイクが強すぎる問題でも、だから手加減したろうじゃないの。カスが、カスのくせに、カスが、おい、雑魚なんやから。あーよ、死んでもらえませんか。おっさんね、おっさんじゃない、こいつ、この無能バカタレ。はい、バカ、はい、バカ、はい、バカ、はい、うんこ、うんこ、うんこ、お前はうんこ、お前所詮ただの老廃物や、お前なんか。なあ、はい、死ね。お前みたいなクソに付き合う時間はない。早死んでくれ。なんでやねん。まだでした。To be continued かい。どうなんの？トークンゲットして、膠着。危なかったね。本当にギリギリの戦いだった。でも去り際の彼はなんだか葛藤してるみたいで。もう一人の表記。読めないやつ。アレックスに飲まれながらも抗った。もう一つの世界でのかつての私と同じような。いや。私は野郷であり、何なのそれ。表とだか。同じ存在。そして、蘇る記憶。私は一切の記憶を失ってここに現れた。しかし記憶の断片を取り戻すうちにある疑念が強まってきた。これから起こる厄災、悪夢のビジョン、これは単なる既視感ではない。そしてもう一人の表記、もう一人の私、その存在が決定的な確信となった。どういうこと？私は起こったこと、そしてこれから起こること、全てをあらかじめ知っているのだ。はい、メモリーに記録されたジュリーの会話に新たな選択肢が追加。何、急に謎解き荒らす感じ。ジュリー、お前もうちょっと強くなれ。どれをどれをあげるべきなの
かな。適当にいっぱいあげといて。メモリー、選択肢がどうたらいいさな。何を今まで喋った会話をなんかすんのか。ジュリーの、あ、表記の正体ってなんか赤くなってる。それ以外にもまだなんかあるぞ。アレックスの会話は喋りたいけど、こんなやつな。アニータ、今までの全部いろいろ見れんのよな、多分な。そしてジュリーは表記の、まあ、さっきこっち行こうか。表記の正体、そういえばあなたって一体何者なの？宇宙人？それとも幽霊？あ、あったね、こういうの。俺は前幽霊って選んだん違ったっけ？未来人。私は遠い過去へとやってきたいわゆる未来人だ。なんか出さない、その感じ。未来人？あの SF とか漫画のタイムマシンってやつで。真剣に言ってる？まあ、そう思われるわな、そらな。今から遠い未来、破局的事変の末、わずかな人類を残して生物は死滅。あら、マジ？食料も尽き滅亡を待つのみとなった。しかし人類最後のあがきとして精神を過去へと逃れさせ破局を阻止する、そんな計画が発動された。え、薬師たち、彼らも私と同じ未来人の慣れの果て。マジ？そんなお話なん？そんな計画は失敗し、彼らは目標であった過去の人類の脳へ到達することはなく、失敗してるし、かろうじて原始的生物の脳に潜り込んだ。そして高等生物の脳を求めて捕食と変容を繰り返し、やがて人であったことは忘れ去り、生物の頂点、人の脳を求める醜い怪物と化した。はあ、やつらは本能のままに人間の脳を求め、食い尽くし、またさらなる過去へと跳躍を繰り返す。時をまたぐイナゴ。後には何も残らない。ほんまにイナゴやったんかい。アレックスの例え間違ってなかったんかい。私は彼らを追ってきた最後の人類。だが全ての記憶が、ああ、散って漂う亡霊のような存在に。全てが失敗だった。マジでそんな話なん？それはちょっと意外です。これは？薬師に混ざってわらわら出てくるあれ、あの気持ち悪い？悪い奴ら何なんだろう、寄生獣みたいなね。強制生物ってお前は選んだってことか。人間、あれらは人間。マジ？薬師によってその形を歪められた人間、人間であったものと言うべきか。間違いないのかな。私あいつらを数えきれないくらい倒したね。彼らを元に戻す手段は存在しない。できることは薬師同様、楽にしてあげるのだ。は、あら、これでなんかが変わる？トーク、ジュリーが、あ、増えてる。そうだ、私は未来からやってきた。私が時を超えることができるのも何ら不思議はない。私はこの今の時代だけではない、より大きな時の因果に閉ざされているのだ。私と薬師の存在はもはやこのねじれの元凶。何度繰り返してもやがて来る破滅の未来は避けられない。そんな、だが私はあがいた。幾度とない失敗と破滅の末に私は切り札を生み出し過去に託した、言うてたね。メモリーに、あれ、また増えた。ドニの会話、ドニ全然使ってなかったけど、お前な、全然会話ないけど、戦略と選択。少し疑問なんだけど、今は良くてもどうしても勝てない敵に出会ったらどう対処するつもりなんだ。逃げて備える、勝つまで戦う。前選んだのが逃げて備えるってことよな。封印、いや、それできるのはもうもはやそれ勝ちやと思うけど、倒せないのであれば何らかの封じ込めを。封じ込め、封印、マフーバですか？どうした、大丈夫か？おー、どっからそれで、発音はなんて言うてんのそれ。甘魚発音やで、それ。 OK。 おー、
めっちゃ喋るやん。すごい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 。ドニー、ドニーどうなってんの？どっから喋ってんのそれ？長。長すぎる。これは僕は今、呪符、私の記憶域が反応した。私は知っていた。これは一体なんだ。ドニーさんどういうことや。でまた会話か。未来の遺産、呪符部は狭間の世界に送られ、解除コードの情報体のみ現世の過去に送り込んだ。は、解除コード。広く街中に気を巡らせ、それが持つ特有の波動の残光を察知した。よくわからないけど、それを探し出せばいいのね。そうだ、だが情報体なので目に見える物理的なものではない。しかも妙なノイズが何かと混じり合ったかのような。考えても仕方ない、とにかく行ってみよう。なんかわからんけど、新しいミッション出てきました。ドニーで行かなあかんミッションとかやったりする。ニューミッション、必須はまたジュリーか。未来の別の世界の野鏡から送られた切り札、呪符具。それを現世に権限するための解除キーとなる解呪符の波動を察知した野鏡。しかしそれは何かと混ざり合ってしまっているようだ。とりあえずジュリーさん必須やから、ブレイクとかで行かないと大変な気もするけど、久しぶりにエドさん入れてこう。いけるかな。だいぶなんか鬱陶しい敵増えてきとるからな。ジュリーウィズエド、エドさんのバーニングでなんとかなるかい。うわー、いきなり。ああ、みんなすごく綺麗だよ。普通の男、今日もいっぱい遊んだな。私いますけど、やはりこいつが。ということ。ほーん、どうも。やつで、間違いない。未来から送られた呪符具のキーはこの男と、こんなやつか。一般ピーポーすぎ。なんだい君は。あまり時間がない、貴様には速やかに死んでもらう。へえ、僕の遊び相手になってくれるんだ。ははは、ははははは、はーん。ちょっといきなり、ちょ、いきなりはダメ。おい、ほら、バーニングエッジやで。俺の火力舐めたらあかんで。なんやったらエドさんもいるんやからな。おい、おら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 、バーニングエッジ舐めたらあかんで。ああ、結局でもすぐでっかなって、そういうのばっかなんだから。でも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 、はい、はい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 、ここ痛い。一般ピーポーもいるんやで。へいへいへい、一般ピーポーのバーニングエッジも舐めたらあかんやで。キーが情報体同一か。ズーン。何がじゃ。ほら、そっち。そこ。ここ、痛い。おい。マッチンシャイ。また。逃げやがった。じゃあ、こっからまた追いかけミッションが始まっていくっぽいので、お前は何やってん。こんなところではございますが、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。まあまあ終盤だと思うんですけど、どうなのかな。足埋まってるで、あなた。ということで、また頑張っていきましょう。えぐい感じでございます。それではまた、よろしくどうぞ。